はい、アンディです。今回なんですけど、プロッターさんのミニ録手帳、こちらをね使って、まあ良かったなと感じる3つの魅力、3つの、メリットみたいなことをねちょっとお話していけたらいいかなと思っております。でね、この手帳を購入したのが2024年の多分年明けすぐぐらいだったような気はするんですけども、まあその思考をね、アイデアをこうちょっと管理するのに使いたいなと思いまして、もともとはそのノート一冊で僕はあの思考管理する、トゥードゥとかね、プロジェクトとか全部これで一冊で管理してたんですけど、ちょっといかんせん抱えるプロジェクトの量が増えてきたこともあって、まあその進行管理とかはもうこっちで任せるんだけど、アイデアをちょっと別で切り出さないと、もうなんかここにどこに書いたっけみたいなんでこう探っていくのが大変になっちゃったんですよね。なのでこうちょっと別立てで一冊持ったんですけど、まあ、これがねすごいやっぱ今ドハマりしていて、すごいいいなと思いまして、ちょっと今回この3つの魅力ですね話していこうかなと思うんですけど、いやまずね、一つはねシンプルです。 SNS を見る時間が減りましたね。これはね結構カフェとか、まあ言ったらその自分のデスクでもそうなんですけど、ふとした時にこう iPhone 開いてしまって、でそのまま SNS を見るみたいなことをやってたんですけど、まあ、やっぱ SNS から得る情報がそんなに、まあ今もなんか目新しくなくなってきたっていうのもあったりとか、あとまあやっぱネガティブ情報だったりとかね、まあ、見ててこう得るものが多くなくなってしまった中で、 SNS を見る時間って僕の中ですごいこうなんかもったいないなって思い始めてたタイミングだったんですね。そんな時にこの手帳を購入したことによって、例えばカフェで座ってコーヒーを飲む、その時でもねこれパッとね出してね、さっと開くんですよね。開くとねやっぱねここに向き合うので、 SNS を見る時間がすごくやっぱ減ったなという感じがしています。まあ本当ねこれ縦レベルでは iPhone サイズぐらいなのかな、横はちょっとありますけど、なのでまあジャケットの胸ポケットに入るんですよね。なのでカバンの中に入れてないっていうのもありまして、本当にこう機動力高くね、もう開いた瞬間に何かができるみたいな、そういうなんか良さを感じてはいますね。そういった癖がつくことによって、次なんですけど、考える意思、これがね強化されたなと思ってます。やっぱね人間ってこうふっと思いついた時っていうのはなんかまあメモれるっていうその流れはあると思うんですけど、これを購入したことによってその流れが逆になったといいますか、まず手帳を開くから何か考えようと思うみたいな、その思考のスイッチみたいなね、スイッチが入るみたいな、そういうなんか現象が起きるようになったなと思ってまして、でここ僕今日のアイディアでこう付箋買ってるんですけど、1日1アイディアを考えるみたいなことをもう癖づけ、強制づけしてまして、で考えてメモってどんどんこう足していくっていうようなことをやってて、まあ、考えたアイディアとかをねもうこっち消して、裏返してどんどんこうやっていくんですけど、まあ、僕こういう書き方ですね。基本的にはもう横書きをしています。でこの今日のアイディアっていう、これね1日だって1アイディア出すだけでも365アイディア1年で出てきますからね。このね部分をこう貯めれるか貯めれないかっていうのはかなりこう質が変わるんじゃないかなっていう、まあ仮説を立てて今検証中って感じでしょうか。でもねやっぱりこう何かを開いて人間物を書きたくなるっていう習性ってあると思うんですよね。僕だけかな、わかんないんですけど、その思い出した時に書こうってするとどうしてもこうペンがない紙がないってなった時に、ああまあいいかってなって、その記憶というかそのアイディアっていうのがまあ忘れてしまう、失われてしまう。でそのまあ失うようなアイディアなんてまあ必要ないんだみたいなね考え方もあるかもしれないんですけど、まあ、それはまあ人それぞれの考え方によるんですけど、僕はそうではなくて、結構思いついたことはもうガンガンメモっておいて、後から使えるものはどんどん掘り起こせばいいと思ってるし、なんかそのわざわざ捨てる必要はない、思い出せないからいらないよねっていうのもちょっと乱暴かなとは思ってるんですよね。なので、まあメモれるものはメモるし、思いつくように仕掛けるみたいな、その今日のアイディアシステムみたいにしてるんですけど、これは結構ね僕の中ではすごいこうやってよかったことで、今のところまあ運用多分 2,3 ヶ月ぐらいだと思うんですけど、なんかねハマってきてますね。新しいアイデアが生まれる。で、それをまあ、どんどん実行に移さなきゃいけないので、やることはどんどん増えてるんですけど、まあ、時間はないけど、管理がまあ、どんどんうまくやれるようになると、どんどん、やりたいことがアウトプットできるっていうね、いい循環に、まあ、持っていきたいっていう思いがあるので、まあ、そこはまず人頑張り、まだまだちょっと慣れてないところもあるので、もっともっと精度を上げたいし、回転数を上げたいですし、まあ、PDC でどんどん回していきたいんですけど、まあ、なんかね、そういう意味で、手帳を持つってことの意味と、あとアイデア部分を切り出すっていうことの価値みたいなものは、ね、やっぱそのあたりで感じますね。で、3つ目、最後ですね、これアイデアの熟成。これもさっきちょっとちらっと話したかもしれないんですけど、結局ここでアイデアが出るだけではただのアイデアなんですよね。これを熟成させていかなきゃいけない。これを熟成するために使っているのがアイデアノートの方ですね。もう一個のノートに書き出すんですね。自分の、考えたネタを、例えばこのプロッターミニ3つの魅力みたいなことは、
ここに書いてたメモ帳のメモからここに書き出してるんですよね。こういうふうにして思考を深めていって、でこのアイデアが熟成される、熟成されるっていうので、まあ大体こういうふうに YouTube に例えば語れるみたいな、ここまでなんか出てくるとか、あとノートの記事にできるみたいなね、このあたりまでこう熟成することができたら、これってアイデアを一個消費できた、消化できたってことになるんじゃないかなと思ってまして、これってやっぱここに書いてたからこそすぐできる、ここの時短はすごいあると思うんですよね。今日じゃあ YouTube 何のネタ考えようかなって考えてる時間から全部を書き出していって完成させて YouTube 撮るってなると、まあ多分早くても2から3時間かかるんじゃないかと思うんです。でも僕の場合はもうアイデアとしてまず出てるので、そこを考える暇がいらないんですよね、時間がいらないんですよね。まあこれを考えてる時間ってじゃあ何分ぐらいかかってるのって言ったら、多分コーヒー飲んでる間の10分15分ぐらいなんですよ。結局人間の思考って、その思いつこうと思うエンジンをかける方がエネルギーがかかって、思いついた後の方が早いっていうのはあると思うんですよ。そうなった時に自分のちょっとしたアイディアをここでバッと膨らませて、まあ例えば YouTube だったらもう3本軸できれば話せますからですね。1,2,3 なんですね、僕の中で。で、これを、元々のメモこれですね。これを見てもらえばわかりやすいかな。小型手帳にして良かったことっていうので、1,2,3って書いてるんです。で、これね、1,2,3って書いてるの、1日で3つ書いてないんですよね。最初にここだけ思いついていて、で、2個目を思いついた日があって、でここ、だから間3日とか4日とか多分経ってるんですよ。もっと経ってるかもしれないですけどね。で、最後にこう、3つ目を思いついて、あ、これでちょっと1個ネタにできるなと思った時に、ここ矢印書いてるんですけど、あ、この話はこっちを先にやった方がいいよね、みたいな。で、順番入れ替えて、ここに落とし込んで、今話すっていう。このね、流れができることによって、2、3時間かかる予定のこの、じゃあ手帳の話についての YouTube ネタが僕の中ではもう1時間いらないぐらいで終わってるんですよね。話すだけだったらまあ10分以内ですね。これをまとめたのが多分5分かかってないと。で、ここから編集しますって、多分30分あれば編集できちゃうんで、もっと短いかもしれないですけど編集。ってなるともう1時間以内なんですよ。これだけのメモのおかげで、それだけの、圧縮ができる。言ったら時短ができるんですよね。これはもう間違いなくね、日々メモを持ち歩いてる、効果だと思っているので。まあ、そういったことでね、多分、まあ、気づいてる方はいるかもしれないけど、最近僕のノートの更新めちゃくちゃ多いと思うんですけど、この手法でやってるからガンガンノートが書けるんですよね。で、僕やっぱ思考をアウトプットすることが大好きなので、それを出して残しておきたいっていう性質はすごい強い。なので、まあ、YouTube とかノートとかをやるんですけど、なんかすごくね、そのコンテンツ、ネタを考える相性がめちゃくちゃいい設計、システムになったなというふうに思ってまして、でこれもね、メモって出したんで、もうこれ捨てるんですよね。で、これももう出したんで、これちぎって捨てるんですよね。だからどんどん消費したアイデアを出していく。で、出したアイデアはもう消していく。で、これはまあ今 YouTube の話をしましたけど、ビジネスでも同じことをやってまして、もう思いついたネタをビジネスで展開する。で、アイデアはアイデアのままなので、思いつきから、これちょっと別でもう一回話しましょうかね。思いつきっていう本当の種の部分がアイディアっていうものに変わるとき、この思いつきかける思いつきみたいなことが起きてるんですよね。でそのアイディアをまたアイディアかけるアイディアみたいに掛け算させていって、ようやく提案みたいな感じになる。で、提案をどんどん煮詰めていくと、ようやく企画になるみたいな。このステップがビジネスの中では何か新しいことを起こそうと思ったとき必要なんですけど、このフローをね、まあ言ったら補助してくれる、アシストしてくれるのが本当にこの手帳システム、ノートシステムだと思っていて、でね、今年に入ってからね、より手帳システム、ノートシステムは僕の中でアップデートを続けていて、だいぶね、いい感じになりつつあるなっていう気はしていて、まあそのあたりがだからノートの更新頻度とかを見てもらうとわかるかなとは思うんですけど、まあまだまだね、ここからもう1段2段上げていって、まあノートを書くだけではまだそれでは意味がなくて、そのノートを書くことによって次何につなげるみたいな、ビジネスをどう回していくみたいな、まあ僕の中ではもう本当にね、中心はビジネスなので、まあそういったところをね、どんどんここからアップデートしていきたいなっていう思いはありますし、実際これもうこのまま運用してたらできるなっていう手応えもあるので、まあなんかそのあたりもね、レポート報告しながら今後のお話にしていけたらいいかなというふうには思っております。といった感じで、ざざっと話してきましたが、今回はプロッターミニロク手帳にして良かったこと3つのお話でした。よかったらチャンネル登録、高評価などもしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の企画でお会いしましょう。